毎年のように夏場から秋口にかけて台風の発生にさらされる日本列島だけど、今年2024年8月22日にマリアナ諸島の近海にて発生した台風10号は、8月29日朝に鹿児島県に上陸すると列島各地に大雨の被害をもたらしたね。台風10号は鹿児島への上陸後、大分方面の国東半島を抜けて瀬戸内海方面へと進み、さらに四国に再上陸を果たした後、紀伊半島の沖を進み、9月1日の正午には熱帯低気圧へと変わって気象庁は台風としての分類から外れたぜ。ただしこの台風10号は非常に移動速度の緩やかな台風であったことから、日本列島に接近を始めた8月27日以後、熱帯低気圧に変化した9月2日までのおよそ1週間にもわたり、日本各地に大雨をもたらす結果となったよ。そんな台風10号の接近を受けてその影響を回避しようと、現時点で海上自衛隊が保有運用する最大の艦艇である、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦カンタネ記号 DDH の2番艦加賀が瀬戸内海を航行したな。今回はそんな加賀で起きた火災について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。護衛艦加賀は広島県の呉市に位置する海上自衛隊の呉基地を母港としている艦艇であるが、同艦は台風10号の接近に伴い、呉基地を出港し近隣の倉橋島の沖合を8月28日の夕刻に進んでいたよ。そこで護衛艦加賀は時間内部から排気を逃がすために設けられている排気管、そこから生じる熱を遮断するために周囲を覆っている断熱材が発火するという事態に見舞われ、出火箇所のおよそ1メートルほどの範囲が炎に包まれたとされるんだ。しかし護衛艦加賀の乗組員らの迅速な、およそ10分間程度の消火活動によってすぐに火は消し止められ、幸いなことに艦への大きなダメージも、乗組員の方々に負傷者などが生じることはなかったと報じられているね。護衛艦加賀のこの火災事故について、同艦艦長は火災が発生してしまった原因を究明し、今後繰り返さないように対策を施す方針だと述べており、同艦側から報告を受けた海上保安庁側でも火災の原因の調査を行うこととなっているぜ。ひとまずは護衛艦加賀でこの度発生した火災事故は、火災の範囲は極めて狭いエリアに止められたこと、乗組員に負傷者が生じず、自力で消火活動を完遂できた点は、緊急時の初動対応としては正しかったのではなかと個人的には感じたな。しかし今やインターネット上でこうした情報が速やかに一般人にも伝わる現在にあっては、この事象についても海上自衛隊側の弛緩した雰囲気が招いた落ち度であるかのように非難するコメントも散見されているのも事実だ。中には今回のこの護衛艦加賀での火災事故の首都圏を、2020年7月に正規したアメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦の6番艦ボノムリシャールの大火災事故になぞらえる論調すらあり、理解に苦しむよね。今回の護衛艦加賀の火災事故の件はこれから出火原因の究明が行われる段階であるとはいえ、アメリカ海軍のボノムリシャールが最終的に配管にまで至った大火災の原因は、乗組員であった1名の故意の放火であったことが判明しているよ。こうした悪意を持って破壊活動を行う意図によって引き起こされたボノムリシャールの首都圏と、今回の護衛艦加賀の件をあたかも同様なケースであるかのように言い募る言説には正直違和感しか個人的には感じえないかな。さてくしくも不幸にも護衛艦加賀においてこうした小規模な火災事故が生じてしまった期間に、同艦の同型艦で1番艦の出雲はノーブルレイブン24艦と銘打たれた複数の他国の海軍艦艇との合同軍事演習に従事していたんだ。このノーブルレイブン24艦は、日本の海上自衛隊とオーストラリア海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍の6家国が参加して、2024年8月27日から8月29日までの延べ3日間にわたり開催された合同軍事演習だな。ノーブルブレインという軍事演習名からは、これまでであれば主に日本とアメリカ、そしてオーストラリアが参加して行われてきた海軍の多国間合同軍事演習とのイメージが強いと思われるが、今回はアメリカは未参加であったぜ。今回のノーブルレイブン24艦について海上自衛隊の海上幕僚監部は、8月30日付のプレスリリースにおいて、
海上自衛隊とオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6ケ国の海軍が共同訓練を行ったとと報告しているね。このプレスリリースにおいて海上幕僚幹部は今回のノーブルレイブン24さんの目的を、1参加する海上自衛隊の戦術的な技量の向上、2海上自衛隊と参加各国の海軍間での連携の強化を図ることだと述べているよ。そして今回のノーブルレイブン24さんの実施場所としては、日本の関東地方の南方海上及び、沖縄地方の東方海上であると説明されており、ピンポイントでの特定は困難だけど、西太平洋と東シナ海方面だったと推定されるんだ。加えて今回のノーブルレイブン24さんへ参加した部隊は、海上自衛隊からは出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲、高波型汎用護衛艦 DD の2番艦大波、P1 哨戒機、艦目を伏せた潜水艦とされているぜ。オーストラリア海軍からはホバート級駆逐艦の3番艦であるシドニー、イタリア海軍からは軽空母のカブールとアルピーノ級フリゲートの1番艦アルピーノ、パオロタオンディレベル級哨戒艦の4番艦のライモンド・モンテクッコリとなっているな。さらにドイツ海軍からはバーデン・ブリュルテンベルク級フリゲートの1番艦のバーデン・ブリュルテンベルク、ベルリン級補給艦の2番艦のフランクフルト・アムマイン、フランス海軍からはアキテーヌ級駆逐艦の5番艦のブルターニュが参加したよ。海上幕僚幹部のプレスリリースによれば、これら海上自衛隊を含むオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の参加した海軍戦力は、今回のノーブルレイブン24さんで以下の内容について合同軍事演習を行ったと説明されているんだ。その内容とは、実施された項目として対空戦闘、対潜水艦戦闘、参加した艦艇の艦載機による相互のクロスデッキ運用、そして PHOTOX と呼称される合同軍事演習の実施内容を写真で記録する行為が行われたとしているぜ。今回のノーブルレイブン24さんは、政治的な背景としては日本の小安倍首相が提唱し同盟国や準同盟国と推進している自由で開かれた、インド太平洋という理念の実現に向け、参加各国が一層の連携強化を図ることが掲げられているらしい。この自由で開かれたインド太平洋という理念は、環太平洋国家である日本やオーストラリアにとっては非常に重要な意義を持つことは言うまでもないが、これにヨーロッパのイタリア、ドイツ、フランスが参加したことに大きな意味があるだろう。とはいえ個人的には、イタリアはつい最近まで中国が提唱し推進している一帯一路構想に前のめりな姿勢であったし、ドイツは中国への自動車輸出等で莫大な権益を有しており、フランスにもドイツと似たような感じを抱いていたからね。自らの本国から遠く離れたインド太平洋方面において、これらイタリア、ドイツ、フランスのヨーロッパの3ケ国がどれだけ真剣にその理念の実現に注力する気があるのか否かは、まだ手探り状態のようにも思えるよ。ただし日本としては今回のノーブルレイブン24さんの実施によって、少なからず中国に対して一応西側諸国の連携の強化を図る姿勢を見せられたと感じられ、決して一枚岩とまでは言えなくとも政治的な意義は小さくないだろうな。今回のノーブルレイブン24さんにイタリア海軍が参加させた軽空母のカブールは、すでに F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用している艦艇であるため、今後海上自衛隊が出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を終えた後は、そのクロスデッキ運用も見られるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。